おう、来たな、桐生。いいか、これからまた場所を変えるぜ。もう準備はできてるんだよな。ああ、準備はできてる。よし、今回のゲストは九州からだ。長須タクシーの中島社長。中島社長。お前が福岡でタクシーのうんちゃんやってた頃、しばらく世話になったって話だったろ。おい、どうした。まさか覚えてないなんて言わねえよな。せっかく連絡つけてこっち呼んだのに。覚えてるよ。俺はそこまで恩知らずじゃねえ。だがもう二度と会えないだろうと思ってた。仇の人で、あれだけ長く一緒に過ごしたのは、俺にとって中島社長ぐらいかな。考えてみりゃお前、あの頃も過去を捨てようとして偽名を使ってたんだよな、鈴木太一って。今も昔も苦労の絶えねえこった。中島社長とは電話でどんな感じだった。もういい年のはずだ。元気なのか。どうかな。そいつはお前の目で確かめてみろ。ん？もしかしてどこか悪いのか。そげーに飲めんちゃ。まいったな。もうそんな、社長さん遠慮しないで。今日はおごられに来たんでしょ。それはそうばってん。あ、そういや伊達さんがまだ来とらんね。どげしたっちゃろか。俺なんかはめられとる。ぼっまた来られたりせんやろね。大丈夫、ちゃんと伊達さんから話は聞いてます。あの人は本物の刑事さんなんだから。伊達さん、あんたのさっきの思わせぶりな言い方は何だったんだよ。見ての通り元気なもんだよ。ちょっとでも再会のありがたみが出るかと思ってな。タクシー会社の方も景気がいいとは言わねえが、相変わらず社長として頑張ってるらしい。よかった、何よりだ。だな。けど伊達さんは中島社長と面識がないよな。わざわざ九州からどうやって来させたんだ。それはまあ警視庁の職権を乱用してさ、あんたのとこの元従業員鈴木太一の件で話が聞きたいなんつってな。え？ただし警察の上には内密の個人的な捜査だから電話で済む話じゃない。ついては横浜までお越し願えないか云々と。なんだか急にうさんくさい話に聞こえてきたぜ。そんなんでよく社長も来てくれたな。その代わり交通費も出したし、旅行みたいなもんだ。この店の飲み代も俺持ちなんだぜ。そんな怖い顔すんなよ。いや、伊達さんのことが心配になっただけだ。俺のために変な嘘までつかせちまって。いつも言ってんだろ、これは俺が好きでやってることだ、気にすんな。10年前、あの人は俺に言ってくれたんだ。何があっても社員として戻ってこいって。どん底の俺に手を差し伸べてくれた。なのに何の礼も言えてねえ。分かったよ。じゃあそいつを伝えるのが今日の俺の役目ってわけだな。こん店は楽しかねえ。俺もう横浜に引っ越しましよっかね。え、
本当に？そしたら毎日うちまで通えるね。絶対待ってる。いやー、そげんこつしたらおいはすぐ破産ばい。はじめまして、中島社長、私が伊達です。楽しんでいただけてますか？ああ、いやいや、すまんこってす。俺としたことがつい夢中になってしまうて。そげんでした。刑事さんと待ち合わせやったばい。そう固くならんでください。こちらこそわざわざ遠くまでお運びいただいて。座っても構いませんか？もちろん当たり前たい。いやー、ばってん、また鈴木さんの名前は聞くことになるとは思わんやったばい。ただ電話でも言った通り、俺が鈴木さんを最後に見たとはもう10年も前で、そげん話が今さら警察のお役に立つんやろか。実は鈴木とは私も刑事の立場を離れて個人的な付き合いがあったんです。それであいつを知ってる人と無性に飲みたくて。社長に迷惑なことは承知の上です。あ、いやいや、よかよか。交通費も出してもろとるし、それに俺も鈴木さんについては同じ思いばい。無口な人やったけんど妙に記憶に残る、そげん男やった。ほんで鈴木さんはそのなんか事件でも起こしたんやろうか。もしかして逮捕ばされるとやろうか。ん？ああ、いや、逮捕って、鈴木はもう何年も前に死んでますから。そうやったとですか？知らなかったんですか？知らんです、知らんです。俺は全然。そうですか。鈴木さんがそげんこつに。いやー、信じられん。仕事一筋の真面目な人やったとに。なんか少し話が噛み合ってないかな。一応確認ですが、社長、これはご存知ですよね。鈴木太一っていう名前が偽名だったことは。偽名？いや、そげのはずなかでしょう。まさか、アホなこつ言わんでください。いや、あれ、あの、でしたら落ち着いて聞いてください。鈴木太一というのは偽名だったんです。あいつの本当の名前は桐生一馬。東条会で堂島の竜と呼ばれていた極道でした。あの鈴木さんが？嘘でしょ。なんかの間違いでしょ。あ、もしかしたら俺の言う鈴木さんと伊達さんの言う鈴木さんは別人やなかろうか。なるほど、そうきましたか。そういうことなら、この写真の男、見覚えありますよね。以前にテレビの報道で何度も流れました。こいつが桐生一馬です。この映像が流れた後、無所に入り、そして広島で命を落としました。バッテン、やっぱ俺の知っとる鈴木さんとは別人のことあるですね。は？なんだって？どうも俺ははっきりあんたの話ばちゃんと確かめてから来るべきやったとです。人違いと知っとったら、こげんとこまで旅費を出させることはなかったとに。いや、待ってください、社長。なんでです？え？あいつが九州で鈴木を名乗っていたのは確かなんです。あんたはなんで
キリュウを知らないふりするんです。知らんふりも何も、別の人やったばって。すいません、俺の早とちりでした。ここの飲み代は俺が出しますけん、もうこれで。いや待ってください。もうよか、俺は帰りますけん。話してくれんね。どうしたんです急に。どうもせんって、しつこかね。待ってください。おい待つんだ社長。なんね、そげん大声ば出して。あんたのその逃げ腰な態度、そうか、なんとなく分かってきましたよ。はあ、なんが。最初は純粋に鈴木太一を忍ぶついでに横浜を観光しようって腹積もりだったんでしょ。でも俺が察するに、きっと社長は最近こいつを見たんじゃないですかね。ね、それは。この動画が出回ったことで状況は変わった。死んだはずの桐生一馬が生きていると、ネットの一部でそんな噂が流れているようです。あんたもこれを見たんですよね。多分俺とこの店で会う約束をしたその後に。知らんです、俺はそんな。どういうことなんだ。もし桐生一馬が今も生きて潜伏しているのなら、あんたとしては余計なことを警察に言いたくない。たとえ過去の些細な話でも、それがあいつにとって何か不利な状況になりかねないからです。平たく言えば、仲間のことは警察に売れないって話だ。とはいえ横浜まで来て突然俺と会うのをキャンセルしても妙な疑いを残す。だからあんたは桐生一馬に対して知らないふりをしようとしているんだ。違う、俺は素言骨。あんたにしてみれば、俺が桐生と本当に友人かどうかも疑わしい。何も情報を与えず人違いで通してこの席を立つのがきっと最善の手なんでしょう。でもね、中島社長、それは誤解なんですよ。え？警察は警視庁も福岡県警も桐生が流すタクシーに在籍してたことを掴んでません。今まで一度でも警察からあいつについて何か問い合わせがありましたか？なかったはずです。桐生とあんたの関係も俺しか知りません。なぜかといえば、この情報は全部俺が桐生本人の口から聞いたからですよ。あなたと福岡で初めて会った時の話も聞きました。あいつは町で絡まれてた女性を助けたが、その後自分はチンピラに殴らせるままにしてた。当時極道だった過去を隠さなきゃならない状況で、行くあてもなく自暴自棄になってたんです。そこへあなたが声をかけたんでしたよね。そしてタクシーの運転手として雇ってくれた。あいつは伝説の極道とまで言われる男です。警察の事情聴取でここまで話すと思いますか？俺は桐生の口から直接この話を聞いたんですよ。向こうはどう思っていたか知りませんが、俺としてはあいつを親友だと考えています。伊達さん、そういうことやったとですか。どうやらあんたんこつは信用してんよさそうばい。じゃあ少しだけ時計の針を戻しませんか。初めからやり直しましょう。そうやね。鈴木さんの本当の名前が桐生一馬ちゅんは、テレビのニュースで知ったとです。あん人がうちから去って、そのしばらく後、カムロ町で大勢の極道と大乱闘ばしたちゅうで、そん時は会社の仲間たちと一緒に面食ろうたばい。もちろん
ただもんやないとは思うとった。ばって伝説の極道やなんち。ここだけの話、うちの社員には過去にやんちゃしてすねに傷持っとるもんも多か。おいもそん一人ばい。やけん桐生さんの件はわざわざ警察に届けるコツもなか、そげな風に示し合わせとったとこへ今度は桐生一馬が広島で死んだっちゅうニュースが。ええ、さぞ驚かれたことでしょう。そりゃそうばい。ばってん、そんじゃさっきの動画は何ね。俺はもうわけがわからん。伊達さんは知っとるんやね。結局桐生一馬は、鈴木さんは今も無事に生きとるとやね。どげんね伊達さん。俺はさっき偉そうにあんたの嘘を暴いてます。その舌の根も乾かねえうちに嘘は言えねえ。だからノーコメントってことにさせてください。ノーコメント？ダメですかね。なるほど。よかよか、そん言葉だけで十分ばい。あんたも鈴木さんによう似とる。不器用で嘘が下手でよか男やね。社長がそれを言える口ですか。嘘が下手なのはお互い様だ。それもそうやね。そんな社長だからでしょうかね。伝言を預かってきてますよ。え、初めて中島社長と出会った時、あいつは自分の過去から愛する人たちを守るために九州へ流れていったところでした。桐生にとって人生で一番どん底を味わっていた。誰も知る者がいない土地で一人、言葉を交わす相手も頼れる人もいない。そこへ唯一手を差し伸べてくれたのが中島社長です。そのことを言葉にできないほど恩に感じていますよ。あいつは今でもね。そげんですか。そんなら俺からもアイストに伝えてほしいことが。ん？鈴木さんに最後に会うた時、俺はこう言うたとです。鈴木さんはうちの社員ばい。何があっても戻ってきいって。うん、そん言葉は今も生きとる。もしも困っとるとなら、またいつでもうちに帰ってきたらよか。いつでも九州には俺が待っとるけん。あんたは決して一人きりじゃなか。そう伊達さんの口から伝えてくれんね。今日もありがとうな、伊達様。また一つやり残しを済ませることができたよ。中島社長に恩を感じてると伝えられた。それ以上できることはもうね。よせよ水くせ。ところでさっきは俺を親友って言ってくれたよな。あ、いや、あれはその中島社長に信用してもらわなきゃならなかったからよ。胸の奥まで染みる言葉だったよ。今の俺には特に心強かった。もしよかったら取り消さないでくれるか。
そうだな。なあ、ハグするか？まだそこまで酔っちゃいねえよ。だよな。